全員史上戦優勝、相当レベルが高いチーピンをしっかり押したのが良かった、はい、初を抑えながら他の人のテンパイを入れずに、でここでしっかりとテンパイ崩して1戦目しっかり接戦を制してトップ。あ、神ちゃんの手が大変だおお、ブランコ。あ、あれ、リーズ元いた。いや、1回戦ラスだった林プロジェクトさんがこれでダントツで来ないな。なんと、これはもう完全着順勝負ですね。はい、それでは3回戦最終戦のパイフを見ていきたいと思います。簡単な条件ですが、カリウスさんと林プロジェクトさんが大接戦で完全な着順勝負、1ポイント差です。モドミーさんがカリウスさんと 63.2 ポイント差。まあ、林プロジェクトさんも似たようなもんなので、その2人に、まあ、要は60ポイントぐらいをまくんなきゃいけないので、まあ、かなり大トップが必要と。トッツァンさんはもっときつくて100ポイント差ぐらい、うん、トップラスで変わるけど2人と変わるにはモロミーさんは2人に対して4万点差つけなきゃいけない感じですね。そうですね、まあ、うん、トップラスをつけたとしても4万点差っていうかなり、トップラスだと3万点なので、うん、その3着の人、あ、そうですね、あの3着ラスを押し付けたとしても、うん、上の人と4万点差だから、下とにかく林プロジェクトさんとカリュウさんと4万点以上引き離すと、うん、とにかく上がりまくるしかないって感じですかね。ですね、まあ基本はもう2人の着順勝負が中心になると思いますね、はい。お、角がめちゃくちゃいい。お、2、3点。とりあえず着順勝負ってそんなに意識しなくて、とりあえず普通に打った方がいいですね。うん、そうですね、うん、あまり着に絡まない人のリーチに対して無茶な押しはしないぐらいですかね、うん、さて何切る問題です。これは想像は切らないとして、3万か9万かで3万を切るんじゃないの。9万でした。今鬼にしたいって感じですかね。9万も2枚切れてるんで、お、9万引きで関連品はそんなに枚数も多くないし、つまり3万と数万を見ましたからね、はい、これはまあ3万か。3万だね、うん、これでピンズとソーズの関連牌何でも転牌です。お、色がついた。早速ライバルからのリーチです。全部危ないんでいらない、はい、切りましょう。チャーの統一落としリーチなんでちょっと後継っぽくて嫌ですけどいいピン切っても後が続かないんで。そうですね、いいピン切った後次は数万か3ピンですなんと弱気にいいピン切っとけば追いついてたいや無理です、ね、しょうがない。2ピンがポンされてだいぶトーンダウンですね。イーソーも3枚切れたし、これ多分泣き間違いだと思うんですよ。嘘落ちしたんですけど、嘘落ち、本当だ、多分泣き間違いだと思うんですよ。形良くなってないと思うんですけど、一応数層数層で上がれるから2ピンがない3ピンが通るって判断して点数層と関数層のイシャンテン、これはミスですね。まあイシャンテン取るなら 3,4 でチーした方がいいけど、うん、まあ泣かない方がいいでしょ。これはテンパイ、テンパった役はない。ホッツァンさんがタンヤオのみでレンチャン、普通のイシャンテンですが、金符のくっつきのイシャンテンの方が広いですね。ここでイソを切ればマンズとソーズの真ん中ほとんどでテンパイするんで、これ結構難しいと思うんですけど、数層と言いそうと。ウーソーが1枚飛んでるんで、まあ同層も1枚飛んでるし、ウーソー同層引きがそんなにないんですよね。暗層引いた時の価値がだいぶ違う、うん、無意識に言いそう切っちゃいそうだけど、数層でもおかしくないね、うん、くっつきのイーシャンテンで1と4の比較で4を切るっていう珍しいやつですね、うん、まあ、仕掛けも効きますしね、一応一通だと、うん、形だけ見てパッと一応切りそうになるけど、場をよく見ると4切っちゃいそうな、うん、は一応切って、なんとこんなテンパになりました。これだったこれはパーソー切ってるリーチか外すか、まだマンズで作り直せそうな気もするから、数層で外すか、ソーズ2枚切るのが嫌だったら両層で外すか。あれ、この人ソーズの本一なんだ。そうなんですよね、今ドラのローピン手から出てきて、ソーズの本一は全然わかんないですね。ソーズの本一はわかんないけど、ソーズの下なんか持ってそうはわかりそう、うん、数層切るかな。だからここは強気にリーチです。リーチもでもいいですよね、うん、まあ、リーチも悪くないですね、うん、1切ってるし、1が4枚切れなのもあって、その後5とか6引いたらかなり上がりやすくなりますね、うん、9層泣けて転敗勝負で数層。これ上茶さんもね、だから結構ね悔しい一局だったんですよね。ローピン打ってれば9層待ちの上がりだった可能性はあるんですね、うんうん、トン2局ドラが2枚ウピン、これはチーがいいですね、うん、これはチーだな。でこのカンチーピンにも十分期待できますね、はい、もう一枚ドア使えれば最高お、食い伸ばし食い伸ばしみたいな、うん、マンピン層の法則を完全に無視してます。これはもうマンズ待ちっぽいねでなんだまだ想像あったか、さすがにもうマンズかと思ったらピンズだったこのカンチーピンはいいね。ローピン3枚入れで、うん、あ、チーピン掴んだ人がいる、うん、でもリーチで止まった。あ、リーチがいるのか。スーピン短金ドラか。ここでね、マッチ選択なんですよ。カンチーピンもいいし、アーピンが安全そうで、カンチーピンが0枚見え、うん、6が4枚見えてるのに7が1枚も見えてない。気持ち悪いって考える人もいるだろうけど、あと6は一応パーピンが3枚切れとはいえ、ロー9ピンに当たる可能性がある。パーピンはほとんど当たらなそうだな。3パーピンぐらいですね。安全度でパーピン切りそうな気がするな、うん、
ここはねローピンを選択したんですよ。へ、まあ、こうしとくとローピンが4枚見えなんでパーピンが打たれやすいとか、一応3万も筋とか、あとはチーピンの不安さだね、まあ、チーピンは周りから打たれることはまずないけど、実際止められてるしパーピンは打たれるかもっていう判断だったかもしれないんですが、なんと1回とパーピンを捉えました。これ結構缶チーピン取っちゃいそうだな。そうだね、やっぱこの順目のションパイが気持ち悪すぎたんで、まあ、あとドラム抑えられるっていうのがね結構メリットだと思うんです。カンチーピンはウーピンとかスーピン引いた時にもう一回パーピン切れるんで、確かに。とりあえず 13,000 点リードでトン三曲親番で、敗はタンヤオ。二人国士か、二人国士だとなんかクイタンが強い気もするな。シーソーパーソー打ちます。じゃあシーソーパーソー切るかもな。おー、まあ、スーピン一枚切っといてもなんとかなるのか、ピンズが伸びてからチーソーパーソーでいいか。国士じゃなくてピンズの本一だった場合、ちょっと悲惨すぎるんで、サブ級そうになったら強いからやっぱスーピンだね、なんかスーピン打ちそうですね、はい。ライバルの林プロジェクト参加リーチ、現状リードオリですね。オリか、さすがにスーピンチーピンいけないですね。ドラのローピンは引いてまたイーシャンテン取れるんですが、いやスピンチーソーは無理でしょう。これ言ったんですよ。これね多分リーチ宣言杯の裏筋安全理論を多分頼ったと思うんですよね。お、実際どういう形だったんだ。おパーソー、あ確かに関係してないんだ。関係ないパーソーを残してたんだ。他のリャンピンリャンソーよりは安全度が高くて、なおかつそういう誤解をしてくれる人がいるならなおさらですね。あチーソー引いたら外す計画があったのかな。あったかもしれない。なるほどね。まあ、一応降りるならリャンピンもあったしリャンゾーもあったんで追い合えたけど、これは勝負したと、まあ、スーピンとチーソーだったらチーソー行った方がいいと思いますね。まあ2、6で済んでよかった、うん、一応イーシャンテン取れるが9ピンですか。9ピンかな。ドラパーマン、カンチャンで張ったらリチですね。これはリャンシャンテン戻しても良さそうだね。パーマン打つのもありますよね。もう赤赤で即利、を残しつつウーピンにくっついたらイーソーさんぞ。パーマンがむしろ自然な気がするな。パーマン打ってからチーできるのチーしちゃっていう、カンスーピンとかパーピンチーソーウソー、スーソーは微妙だな。あパーピン、噂のパーピンスルーをスルー。パーピンは結構泣いちゃっていい気がするな。そこそこのイーシャンテンですもんね、カンチーソーテンパになることが多いけどテンパ結構しやすい。ただトップ目でイーシャンテン変わらず2フーロ前提のイーシャンテンにするってなかなか声出づらいところではある。声出づらい順目にそろそろかかってきてるところではあるね。3順目とかだったら泣きたいね。スーピン泣くとめっちゃ上がれそうだけど、タンヤオでブクブクにはなる。サブローピンテンパイ組むことは結構しやすくなると思うんで、泣いちゃいそう。全然派だな上切りリーチが上田さんから入って、俺はちょっと無理か。肝臓は切れるけど、あれウーピン、ウーピンローピンが 1,2,3 ウーピンも 1,2,3 3ピンチーピン早い、通ってはいないね。三層じゃないですか。あ三層だね。ウーピン切りの方がもちろん広いんだけど、顔面に当たる可能性が否定できないのと、否定はできないですね。かなり通りそうとはいえ否定できない、しかも三層を使った最終形でパー層まで押すのかって考えると、やっぱ三層2枚使った最終形がなさそうなんで、これは三層切りそうですね。あ親輪もかかってる。これは無理か。三ピンが通りそうですね。でこれでもう完全に折りか、うん、で親がリャンまで上がり、おう、1万点リードで良さそうな手配でテンパイ、役なしのリャンウーピン先制テンパイ。これはリーチだ。リーチですね、さあ状況変わらずトン四局日本馬か。下茶さんとの点差はまだ焦るほどではないですね。4万点開かなきゃいいんだね、はい、でリースーピンテンパイリーチ、当然のリーチ。これはリーチですね、スーピンの肩上がりはちょっと不安ですね。そしたらまた親から追っかけられて、しかし B 局追っかけ来る前だったら勘しないもありですね。ああなるほどリーチ後の暗勘しなくてもいいかな、リスクがめっちゃ増えるんでね。ただこれリーチかかってたらもうスーソー怖いんで勘するしかないんだけど、はい、このタイヤをイーペイコーの方積もればほぼ決まるし、別にリーの身をテンパネさせてもしょうがないし、この点差だともうちょっと積極的に加点したくなって勘したいな、まあ、上がってない局になった時に勘によって上がる点数がどのぐらいかだよね、まあ、E ピンの方積もった場合ゴッドか1326かみたいな、そんな感じのイメージですねあと1万点持ってたつもりみたいな、ギリギリ勘かな。あと下ちゃんに泣かれてなんか転敗されるのもちょっと嫌かなみたいなの。ここでねかなり積極的にいったんですよ。リャンピンポン、ここはちょっと自力でいきたいっていう感じですかね。そうですね、結構積極的ですよねこれ。
ブロック足りないですね、うん、3万とローピン両方くっつけるか1個薬杯か泣いた方が上がりは早そうではある、うん、勝負に出たって感じですね。これは強卓もあるし単野岡田薬杯バック気味になってライバルにリーチがこれはもう終了ですね。確定ですか。白だね。終了はしてないですけど、うん、これは無理で親がね押してるんですよね。まあ押すしかない状況ではあるとは思うんですけど、うん、基本的に親はあと3万点必要なんでね、うん、まあ基本だいぶ来るよね。ここで白を消費したんですけどこれはどうですか。3万とか9万とか先に逃がした方がいいかな。9万通ってないで3万切りそうだね。自分の上がりもちょっとあるんでなかなか微妙なとこではあるんですけど、いやもう必死に降りるんで3万ですね、うん、あ、チーテン入ってるな3万だった。ただこの後ロンがあるね。そうなんですよね。別に親にチーテン入れられるのはそんな悪いことじゃないじゃない。親に報酬はもう最悪なんで、うん、これは僕は3万切りそうです。そうですね。でリャンゾーを通してくれたんでリャンゾーを打ってでリーチがかかってなんと親が一発ツモです。なんとこれね、あれこの人4万点差条件だっけ。そうなんですけど6000オール、ね、あれもう足りてるんじゃない。やばいんですよ。 あと5000点ぐらいじゃない。そうなんかもう林プロジェクトさんとの条件は結構もう満たしクリアしてるね、まあ、一応着順がラスではないんでちょっと怪しいですけど、あそうか、まあ、まあかなりクリアに近づいた状況まで来ましたもん。あトップ2着だと5万点必要なんだね、うん、で現状が3万6000点差ぐらいだから4000オールで並ぶぐらいになってますね、はい。でも全然ありますよねこの、うん、本4局で1万5000点差は全然大丈夫だね、うん、これでね追い上げられる2人が焦ってないといいんですけどね、うん、こういう時焦ってなんかあまりにも上がりから遠い仕掛けしたりきついリーチとかしちゃうとめくり合い負けたりするともう完全に形勢逆転しちゃうんでね、うん、こういう時こそ結構形は大事にしたいですよね。ドラカンちゃんを残してイーシャンテン、うん、早かったら3万ウーマン切りたくもなるけど、そうです、まあ、ローピンもあるかなとは思うんですけどイーシャンテンでなおかつ想像が伸びたら、うん外すよってことで、そうですね、まあ、スッチピンがちょっと薄いっていうのもあって、うん、瞬間の受け入れも大して減ってないんで、うん、ズバッと引きました。お引いた。どれか切って黙りそうですね。ーウーピン切って単品赤ドラのにして黙るかローピン切って5-2のダマにするか、うん、枚数的にはローピン切った方が多いですね。5対7かな。ウーピンあんこから余らせてスッチピンは出そうな気がするな。間違が大差ないんで打点でウーピン切りそうですね。ウーピン切ってダマにします。私はうわローピン切ってダマかな。なんかこういう時ってスッチピンが持たれてないわけではないと思うんですよ。余れば出るし余らなかったら出ないしみたいな感じで山にめっちゃスッチピンがいるとは僕はあんまり思わないんですけど、うん、むしろ他の人はそれ知らずに手進めてるから、うん、67で持ってる人は多いよね、うん、67とか677は、はい、うん、24とかそういう人が最終的にスーピンを手から切る形になるかどうかですよね、うん、そんなにならないかなと思うんでローピン切り玉に枚数重視でいきそうだなっていう感じです、うん、僕はなんか親リーチ受けて誰かが現物で合わせるとかいう展開はあるかもしれないですけどね、うん、なんと強気のローピン切りリーチ、うん、待ちはこっちの方が良いと、うん、で5人よりはリーチして決めに行く、うん、これは面白いな。4択ありそう。全部待ち取りとリーチ判断と、うん、全部1対1ではいい勝負しそう。それ現状2人に対して1万点ずつリードしてる感じなんですね、うん、さあトイメンさん行くしかない。トッツァンさんからリャンピンが出ました。なるほどね。でこれでとりあえず一難去った感じですね。一旦モロビーさんの親を、ね、からはかなり二人相手に有利な状況なんで、はい、極昇華メインですね。ここからは極昇華いけそうな手配してますね、うん、何から泣きますか。ちなみにこれ白以外泣かなくてもいいような気もしてきたけど、シーマンリャンソー3層は泣いて残った部分を切ってきそうですね、はい、ソーズ泣けたらローアンパワン、うん、キューピンポン以外の形で愚形を解消して、うん、白泣けた時の両面を確定させるみたいなイメージですかね、うん、なんかキューピンポンは白出にくくしてもしょうがないし、うん、実際どのぐらい出にくくなるんですかね。意外とみんな行くしかねえって言って、うん、まあね、何も打敗変わんないかもしれないから、うん、ただやっぱ急所から泣きたいと思うので白とキューピンのシャンポンはあんまり急所じゃない、まあ、特にキューピンは、うん、あでも仕掛けてイーシャンテンなら行くかな、うん、もうちょっと順目も深くなってきましたし、ね、うわ三元日なんじゃこれこれはさすがにもう降りるしかないですね。そうそうでもろみさんが上がりリーチタンヤオウダなんかもうこうなってくると林プロジェクトさんよりもろみさんの方がただ2着なんでね相当楽な条件ではあると思うんですけど、1着順5万点条件で現状3万5千差、うん、で下飛ばは3万点差、まあ、とりあえず林プロジェクトさん相手はこの親落とせば相当、うん、決まりそうって感じですね、うん、なんか重なるドラドラもうそんな打点いらないけど、あ3フード
あっという間のサンフードで、ステハイ見る感じ染まってる感じはしないですね。順平が先でパワーンスはなんか必死にいいって形を作ろうとして頑張ってるって感じのステハイ、うん、とはいえここから戦えるかな。体とちょっとなんか自己回避しそうですけど、パーピンで本質って言われることないと思うけど、なんか打ちたくないですよねこういうの急走。あでもこれパーピン通りそうだね。パーピンどんな形に当たるんだこれ、ね、ないことはないけど、まあ、この手だとちょっとリスク負いたくないですかね、うん、やっぱ切る牌ないのがちょっと嫌だけど、これ急走とかなんかいいなと思うんですけど、このほとんど当たんないと思うんですよこれって。最終手足数ワンで6急走残ってたらこの辺って順番逆になりそうじゃないですか。やん面とやん面で十分系だ、だからこれって結局数ワンまたぎとか数ワン関連の待ちか受け転廃の可能性すごい高いと思うんですよね。なるほど、確かに6急走だったら変だね。パーワン数ワンは結構逆になりそう、うん、急走シャンポンにはたまに当たるかもしんないなぐらい、うん、ドラマたぎ急走2900やだなと思っちゃうけど、うん、結構通りそうだね、うん、頭と老朽層で数万を残す形は確かに思いつかない。数万にくっつけていい街を作りたかったけど愚形転廃しちゃったっていう、うん、老腕ってちょっと押してる、老腕押してるね。老腕は普通に押してそうですね、なんか普通にやる気満々になってますねこれは多分、うん、チーしてヤンピン切ってサブローピンかな、さすがにこれはスーピンが現物、スーピン4枚見えてんのか、うん、だからヤンピンシャンポンに当たるかもしれないけど、これさえ通れば、うん、ヤンピンとパーソンのシャンポンよりはだいぶいい街だと思うんで勝負ですねこれは。相手がリャンピンとパーソンのシャンポンだったらしょうがない。これは林さんも苦しいね、こんな産地最終戦になるとはね、まあ、でも必死で親をつなぎました、うん、なんとか。さあこれも食い足んでいけそうな感じ。そうです、ね、もう一メンツちょっと苦しいけど、一品リャンピン切っといて食い足ん、あでも一品だ、ストレートにいった。もう一局上がれば勝ちって感じですね。ここまでの打敗傾向を見る感じだとこれも5ブロックにするのか、一品リャンピン払い、うん、2万3万も安全そうだから、うん、なんかどっちか難しいところ。これは E1 になるか、うん、ちょっとこの曲は無理そうですね。ローピン中筋、中筋3連打、まあ、リーチかかってて、うん、さて我慢してましたがようやくかわせるかこれは。チュンポン、なんかそこそこの手が入ってて、うん、あこれはいけそうだね、これはいけそう。おお、街が絞れないところからあでもさてもうシャーと3層のシャンポン待ちで5万点差つくとまずいんですよね。そうだね、現状3万点差、はい、もうローマきついけど、ローマきついな。中層抜いても結局補充率上がりそうなんですよねこれ、うん、中層しかないならこれはローマいっちゃった方がいいね、うんうん、もう全部いくしかないかな、うん、しばらくはここで一巡だけしのいで中層打っても結局そうすると自分の上がりがほぼなくなっちゃうから、うん、折り打ちも含めてトータル補充率上がりそうな気がしますね。うん、おお、これは大きい、これは嬉しい。 D 棒付きと積み棒付きのこれはね、めちゃくちゃでかい、だいぶ楽だね。これで2万7千点差まで来たんで、うん、2万点以上のリードですね、はい、林プロジェクトさんが相当きついけど、うわ早いリーチかかっちゃったまだ逆転あるね。いやちょっと行きづらいな、もう3万9万で降りたいな一手で後継転廃する可能性が現状ないんでね。Q1 あリャンピンもあん、はい、うん、安牌こんだけあったら無理、うん、ですね、うん、あとはオーラス勝負結局。さあオーラス上がれば OK、うん、この5万点差をつけられなければいいので、現状3万点負けてるけどあと2万点の余裕があると。上がりやめはないんで、もどみさんはとりあえず上がって あと 2,3 曲は必要で、はい、その間に上がれれば OK。 ただ残り2人はもうやる気がないかもしれないんで自分で上がりたいですね。とっさんさんは特にもう多分優勝条件はほぼ厳しい、うん、まあ、国士13面積もとかが一応できるのかこれ。あ国士13面ダブルか、そういう離れ技があるのか。国士13面積もったら優勝あるのか、いや優勝まではいかないか、カリウさんまくれなそうだな。なるほどね、うん、ということでここはドラのトンからもう自分で上がるしかない。で林プロジェクトさんは国士ですね、条件的に上がれば優勝、うん、おーいった、パーソーかな、積極策。これはやりすぎ感が若干あるけども親に対してピンズが打ちやすいっていうのがあるんですかね、うん、かなりチーピンとかも通ると思うんで、うん、ローピンも相当打ちやすいし、うん、気合で降りれるからもうとりあえず手を進めようっていう積極策ですねこれは、うん、うわうわ、しかもいい街だからトンシャって掴んだら危ないよ、うん、あでもこれペーちょっとやめた方がいいかもしれないな。これはうっかりですね、うん、磯の方が安全でいらない、うん、無理、もうピンズです握れのチームぐらいは。ああなるほど、リハンゾーが通った、お上がれそう、
まさか上がりがあるのか、こうなったら何ぐらいはと。危ねえ。もう二人自敗貯めてるでしょっていう、ね、うん、そうですね。こんな川なんで結構自敗は通りそうに見えちゃう、うん、あんまりションパイの怖さはないですね、うん、チーソーも一応ワンチャンスだからまずまず打ちやすいけど、これは無理か。これは無理でしょう。これ押せたらすごいね。さすがにね、三層が怖すぎるんでね、はい、これで撤退だな。チオリアンワンが完全に通ってますけど、ローピンとかも当たることあるのかってレベルですけど、うん、ローピン、おお。ローピン、チーピンはローピンの方が通る。そうですね、チーピンはなんか一応変な短期とか狙われた感じの短期があるかもしれないですけど、ローピンは多分ないと思うんで、うん、あ、でもここでチーピンか、うん、まだちょっと粘ってる。リャンワンがあるけども、まあチーピンもほぼ安牌だね、まあ、ほぼ。この川でチーピン短期にされたらしょうがないですね。シートイドワゾワとか言われたらもう寝込みますねで、この3ピン、パーピン3ピンって切ってチーピンの単独が残ってるがおかしいよね。お、またいけそう。今度こそいけそう。またドラ切って上がりに行きましょう。でも自敗が出にくい条件戦の特有の現象なんですけど、このオーダス厄牌が結構出ないんですよ、うん、あの他の条件厳しい人が厄満条件になるとなかなかね厄牌が泣けないんですよ。それ込みで手を作んないといけないんですよね、うん、まあ、もちろん泣けることも全然あるんですけど、普段よりは泣きにくい、うん、これはタンヤオカ3アンコウですね。お、ピンズの方が安全そうだが、伸ばしたいならローピンを切りたい。マンズはマンズで別にいいんだよな。でも不満条件の2人はだいたい国士相塚自敗会になってそうなの で、いっそペイはあります。いやー、いいシャンテンだからね。ローピン切るかな、ちょっとね。ローピンの安全そうなんだけど、3ピンどうです。3ピンをポンしてタンヤオカ3アンコウかペイか、トイトイか。シャンテン数変わらずだからがないんじゃないかな。有効牌がちょっと増えるけどね。ちょっと増えますけどね。この状況さすがに2フーロはしたくないので、ここでペーペーあるな。ここでペーペーだね。でもな、三蔵運送もあるけど、確かに想図はもう、まるで自信ないけど、でもペーも安全ではないし山にいるわけでもないんでペーかな。いやー、ここ三蔵運送打っちゃいそうだな。親がペロって切ったペーポンできるのがやっぱすごいでかい気がしちゃうな。私はペイを切りそうですが、3層も悪くない。おー、ペイだ。数案が全然ない。いや、3枚切りでも大丈夫。4枚目誰も使わないでしょ。使ってるあれ使ってるあれから切りしてたのか。おー、テンパったけど。テンパった。何は大丈夫か。国士はさすがにないかな。国士はね、気にしてもしょうがないんじゃないかな。2人やってれば気にしなくていいですよね、これ多分、うん、あの役満条件の人ってね、気にしなくていいと思うんだよね、うん、いいですよね、うん、あ、これは出るのか。これは出る。おー、出ない。しっかり止めました、うん、すごい偉いというか、うん、ね、これやっぱ打っちゃうともう完全に終了で、うん、ね、時局あるかもしれないんで。あ、しかもこれチートイツのイーシャンテンだから別に危険牌切る必要ないのか、うん、もういいやって言ってペロって切んないのが偉いですね、やっぱ。あ、あ、チーテン取られる。いや、むずいぞこれ自分テンパイキープするかどうかですよね。泣かれる可能性のある牌切って、うん、自分の上がりはあるな。でももう一巡なんですよね。親はテンパってるかもしれないけど、テンパってるとしたらそこそこリーチ来る状況ではある、うんうん、ただ脳天の可能性も十分あって、ここでまあなんか現物切ればテンパイ入んない可能性も結構あるんですよね、うん、で E ピンがワンチャンスなんですけど、一応 E 数ピン受けが全然ある可能性あって、うん、いや、泣かれその牌全部止めるよりは切っちゃった方がいい気がするな。 E ピンでチーテンのケースが本当どんだけあるか、まあ、E ピン切らないことの得は、 E ピン泣かれなくて下茶がテンパってるとか自分がうっかり上がれるとか、そういうケースですよね。でもうっかり上がれるがめちゃくちゃ少なそうだからな。まあでも親が出してくれればいいからね、うん、少なくとも数万は切るだろうし。いや、なんかテンパってない可能性結構高そうだから僕やめちゃいそうだな、これ。チーテンは気にしないかな。続行。このチーピンがチーマンだったらっていうねそうですね。ということで続行。お、また上がれそう。手めっちゃ入ってるね、うん、さあ親も仕掛けてる。まあこれはもうまっすぐ行って勝負ですか、チーピンって。次の数ピンと3万をどっちから切るかだけど、どっちも切るんだろうなと思いながら一応チーピン泣かれてなくて E ピン手出しだから数ピンが若干打ちやすいかな、うん、バディメーテル枚数的にも数ピン切りそうかな、うん、ヤンピンの方が良さそう。お、タンヤオになった。お、単品三色で赤座ハネマンだったなんだこれしかもリャンピンは結構いる。リャンピン、お、これは、あーすげーハネマン積もった面単品一発も三色赤座だリーチしとけばトップだったいやー、ということで結構追い詰められましたね。なんと大激戦の末相撲ですね。ということで激戦でしたが、カリウさんが、はい、最後は自力で決めました。ハネマン
なんと7班のアネマンをここでということで、ね、かなりの長い熱戦でしたけども、優勝カリュウさんおめでとうございました。はい、おめでとうございます。さすがにやっぱレベルが高かった。この解説2回目でしたけど、はい、みんなレベル高かったし、なるほどって一打多いですね。もう基本的にやっぱレベルが高いんで、もう僕らもなんかほぼ忖度なく喋ってるというか、うん、だからこそたまに辛口にはなるんですけども、ほぼ遠慮せずに思ったことを口から喋ってます、うん、以上キリン戦2023カリュウさんが優勝したパイフでした。全体をまとめると、トッツァンさんがねちょっと苦しくて争いに絡めない、ね、悔しい結果でしたけれども、他の3方がもう全員バチバチで、本当誰が優勝するか分かんない最終ハンチャンでね、師匠戦の上位大会として本当ふさわしい、この素晴らしい対局だったと思います。キリン戦の配信内でも発表がありましたが、今年度もジャンタマ公式大会は師匠戦、創成戦ともにシステムのアップデートをして開催されます。システムの主な変更点ですが、師匠戦がね結構変わったというか、ちょっとね追加された感じでなんか面白い感じになったんですけど、本戦がまず出場枠64名なんですけれども、今まで通りの連続5戦の最高得点で選ばれる方が64名中50名で、残り14名の方をどうやって選ぶかっていうと、全対局の合計点、まあ、視聴戦期間中にいっぱい打っていただいて、その中でポイントを稼いだ上位14名ですね、その方にも本戦出場権ということで、今まで通りの5戦でわーって勝った人以外にもチャンスあるっていう、はい、そうですね、うん、爆発力はなかったけどちゃんと稼いだっていう実力者が残ってくるってことですね、うん、はい、うん、ある意味ねそっちを初めっから狙うのもいい戦略かもしれないです。最初の方に大振りしすぎるとそっち狙えなくなるじゃないですか、うん、確かにもうトップラスだけみたいな感じでやると、うん、なんで、まあ、時間によって使い分けられる感じかもしれないですね。期間中いっぱい打てる方はそっちを、アベレージで稼いでって、あんまり時間ない方はもう瞬発力で連続5戦狙うと、うん、時間ない人とあといっぱい負けて、これはもうトータル無理だっていう人は終盤は5連勝条件に近い感じでね、いろんな方がいろんな風にチャンスを得られる機会が増えたって思った方がいいかな。素晴らしい変更だと思います、はい、そして創成戦がですね、出場条件ですね、これ大幅に変わります、3馬4馬ともに雀聖1以上が今までだったんですが、3馬ランキング上位500名に変更ということで、これは4馬のランキングは関係なくしで3馬だけってことですよね。で、3馬ランキング上位500ってほぼ混点かなと思うんです。僕が混点レベル2になって、その時点で上位100位入ってなかったんですよね。あ、少なくとも300ぐらいはいそうだな。僕もちゃんと確認しないと分かんないんですけど、混点まではいかなくてもなんかそれに近いぐらいの段位が要求されそうな気がします。で、多分もうちょっと期間過ぎれば混点限定になりますね、これはということで、サンマガチ勢の方の大会という風になりましたかね。これは今までは結構ね、そのサンマも雀聖1で、こんなの4万も雀聖1でっていう感じで、どっちも打って、まあ、ちょっと頑張れば結構ね、いろんな方にチャンスある、出場権のある大会だったんですけど、これはね、サンマ結構気合い入れて頑張んないと出られないですよ厳しいですね。だから僕も出場目指して頑張りたいと思います。はい、ということで今年度もしびれる東杯をぜひご覧ください。小林さん、本日は来ていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、今回どうでしたか、見ていただいて。今回もレベル高かったですね。ちゃんと打てる人たちが条件戦をやると大逆転が起こりうる。ハンチャン3回でこんなことが起こるんですね。カリュウさん全体通してやっぱ中盤の備え方というか、中盤の、うんうん、あの範囲の残し方っていうのがすごい的確だったと思ったんで、そこが強みだったのかなっていう印象でした。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。